皆さんこんにちは。今日は2024年5月14日放送のアンネームドメモリー第6話、深淵の生まれる時のネットの皆さんの反応をまとめました。この動画が良いと思ったらぜひグッドボタン、チャンネル登録をお願いします。それでは早速どんな意見があったのか見ていきましょう。オスカーが早々と解除されてしまったのはなんか拍子抜けだな。あの呪いってもっと話の軸になるかと思ったらあっさりだもんな。あといつの間に書きすする仲になってた。実際にはしっかり話の軸なんだけど、今はまだネタバレなのだ。おいおい、えらい急展開やな。キスがいきなりすぎんか。低宿女子だと思ってたのにこの足軽女が。足軽？まあワンクールだろうからある程度展開早いのは仕方ないけど、先週の流れからキスする関係になってたのはな。友達以上恋人未満な関係を長々と続けられるよりはまあ。原作読んでないけど相当はしょってるだろうというのは推測できる。ディナー社が突然操り人形になったのも赤尾がカットしたせいで意味不明なのかしら。キスはオスカーにしたらいつも通りちょっかいを出しただけの話だけど、ディナー社が抵抗をしなかったんでビビってたじゃん。ディナー社としてはドラゴンを与えたのと同じでは彼のキスのつもりだったんだろうけど。てかドラゴン渡したのは明らかに私を助けに来いやゴルアーって伏線だったとしか。ん？超展開すぎない？今回は作画が厳しめだった。キスはマースキンシップとかも特に抵抗ないしな。探してたのは復讐のためだろうね。つか相手の男がどんな魔人かと思ったら小物すぎて困惑してる。あんなことして未だによりを戻そうとしてる神経にも驚いた。絶対結婚しないとか言い続けてるのに普通にキスしてたんだが。あとあの男、自分を探してると知ってるのにのこのこやってくるとか頭おかしいのか。出会ったら殺されるに決まってるだろ。ダナクの変なところはペース的に来週には語られるんじゃないかと。構成のひどさを見かねて主役声優が X で補足説明するアニメとか笑うんだが。森川俊之の超無駄遣い。いきなり寝取られ、何が起こってるのか思考停止状態。お腹を傷つけすぎでしょ。作者の趣味なん？血肉、臓腑を使って魔力召喚という魔法だから暗黒時代、テアバンでチラッと言ってたが、その時代はこういう魔力関係グロはよくあることだった世界。あと実はカットされた話で殺して腕切り取って燃やしてみたいなのもあった。肉体の時間って巻き戻せないけど加速はできるんだよな。それ相手に使えば老化させることもできるってことかな。ラジオ2回目でよくわからないものを読まされて種崎我慢できずに吹き出してた。漫画は見てるがアニメは見るのがきつい。これが赤尾マジック。中盤以降に面白いポイントがあるから序盤は巻くとかならわかるけど、最初から最後まで全部巻いてるだけで何の意味もないんだよな。原作から劣化してたら見る気失せるのは当然か。エクスアーム現象、カットしまくりなのと予算が足りなさそうなのが何とも。主人公の男の見た目がパッとしない。もっとイケメンにすればいいのに。なんか登場人物すべてが煮え切らんというか、中途半端なテンションで誰にも感情移入できんな。このままならワンクールは最終話にすべてが凝縮されるから、そこまで見た人がどう評価するかだ。つまり終わってから見るのが正解か。まあそうとも言うかも。ワンクール最終話とあれば2クール目で、この流れをどう考えるかこそがタイトルにかかってる意味になる。予想外ってキスを受け入れたのが予想外ってこと？なんか全てが唐突で脚本も演出もいろいろ分かりにくいな。これでも前話原作者が脚本会議に出て OK 出してるからな。高速進行する前提での削り方としては順当じゃね。ササピーみたく削った上で余計な要素を加えておかしくしてはいない。ミラリスは何がしたかったんだ？この後分かるのか。作画は解けてないかもしれんが、お話がグズグズになってる気がする。登場人物が何考えてるかよく伝わってこないし、今回なんか突然チューするから1話見逃したかと思ったわ。別れのキスだろ。ドラゴンを渡す方が大ごと。拒否反応するかと思ったらあっさり受け入れるしな。ラポール形成や恋愛感情の過程がバッサリ省かれてるから意味がわからない。めっちゃ急に呪い消してるから1話飛ばしたかと思ったわ。演出がとにかく薄味。これのせいでダイジェスト感が半端ない。ちっとも感情を揺さぶられないんだよな。自分も
前回見忘れたかと思ってごは見返したわ。脚本はしょうがない面があるけど、アニメーションとしてはやばいな。構図とか笑っちゃうわ。作画も演出もコミカライズの方がいいんで、声ついてる以外に褒める点がない。なんですんなりキスしてんの？話飛んだんか？唐突すぎてわけわからん。原作もこうなの？ディナラ社の血で結界が弱くなるなら、カイジュの時の血でかなり弱くなっているはず。それなのにラナクから隠す必要があるほど、まだ結界は有効ってことを？血を拭えばその効果なくなる。ああなるほど。ディナラ社は自分の血で結界を封じて、ルクレツヤはその血を拭いただけなので。道理でティナー社の結界を術者でもないルクレツヤが復元できるわけだ。道理でティナー社の結界を術者でもないルクレツヤが復元できるわけだ。それはそうと、カイジュの時にティナー社は大量に血液を失っているはずなんだが死なないのか。疲れたくらいで済んでた。ミラリスの体は結局どうなったんだ。いつの間にかキスするほどの中になってるので、原作でカットされている部分あるのを、7話に相当する原作の箇所を読んでみたら、相手がアエテルナの相性というのはカットされてた。他にもいろいろ説明がカットされてた。問題なのはディナー社は自分の腹を刺したらなくをまだ好きなのか、それとも好きなふりをしているのか。ちょっとハイペースすぎてあかんな。原作の微妙な心理変化の過程の描写が全部潰れてる。本当に声だけだわ。原作もディナー社はオスカーを好いてるだろうに、本人の自覚がないので旗から見るとおかしな状態のまま進行してたような。自覚がない以前にそうなる過程が描かれてないから意味不明って話では。別に恋愛的な進行は特にないしな。最初から好感を持っていたものの頭ごなしに否定していたのが、なんつうか時間をかけて順次させられてる感じ。キスのとこは読者もオスカーと同様、あ、逃げたり抵抗したりしないんだとなる場面よ。血が問題なんじゃなくて模様の方が問題。あの模様を突き止めるのに時間がかかった。人物像を理解するための初期の交流の話丸ごと消えてるし、好意持ってるの分かりやすい一巻終わりのモノローグもないし、実はわざと理解できないように削ってるって言われた方が納得するけど。赤尾デコが評価されてる作品は漫画原作やコミカライズが先の方までされてる作品ばかり。小説原作やコミカライズのストックが切れたあたりから急にゴミとかす。映像の参考になるものがあるから現場で補正されてただけで、脚本自体はダメダメなんだろうと察せられる。脚本を察し演出並み以下で声優だけ一線級持ってきてもな。どうせなら本編30秒くらいで終わらせて後日談の一巻だけやってくれた方が嬉しかったな。場面ごとカットだけならともかく中途半端にセリフ削ってくるから見ててストレスたまるし。いろいろカットのせいでオスカーが嫌なやつに感じる。アニメ勢が批判するのも当然か。漫画版ちょろっと読んだけど、それと比べてもだいぶカットされてるな。3分の1くらいはカットされてる感じ。2クールくらいでじっくりやってもよかったと思うけど、予算がないのだろうな。猫がスーッと横移動しながら現れて消えるの雑すぎて笑う。オスカーは嫌なやつには見えないし、モテそうに見えた。サブキャラクターの行動の背景、経緯が分かりにくいとは思う。ストーリーの流れの中でどこにもつながらないエピソードなんだが伏線は入ってるなんてのが多い原作なもんで、そのままやると長すぎて上満。とはいえカットすると伏線までなくなるという構造。以上、アンネームドメモリー第6話、死縁の生まれる時のネットの皆さんの反応でした。ティナー社の過去が語られましたね。ただ急にオスカーの呪い解除が終わってしまったり、相変わらずイチャイチャしてからの態度急変してラナクと一緒に行っちゃったところを考えると、ラナクは相当な力を持っているということなんでしょうか。これからの展開が非常に気になりますね。それにしても柳田純一さんはこの手の役がハマり役ですね。このチャンネルではアニメに関するネットの皆さんの反応をまとめて動画にしています。面白かったと思ったらグッドボタンやチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。よかったらコメントもたくさん書いていってくださいね。では今日はこのあたりで、また次回の動画でお会いしましょう。